で、絡まれて狼に変身してちょっと大きい声で吠えたと。あ、はい、ちょっと追い払おうと思っただけだったんですが、ご迷惑をおかけして本当にすみませんした。ま、スライムとゴブリンだから絶好のカモだと思ったんだろうな。だいたい目撃者の証言と一致してるし、今回は君たちを。隊長、隊長。お？鉱山にアーマーサウルスが。なんだと？討伐隊は？すでに向かいました。それより魔鉱石の採掘に奥まで潜ってたガルムたちが大怪我を。回復薬は？それが戦争の準備だから足りてないんですよ。あいつらは俺の兄弟みてえなもんなんだ。とにかく回復薬を探せ。旦那、何としてもかき集めろ。旦那。ん？お、何勝手に出てきてんだお前。まあまあ、それどころじゃないんでしょ。これ必要なんじゃないですかね。ん？これは回復薬ですよ。飲んでよし、かけてよしの優れものですよ。とりあえず試してみちゃどうです。ん？隊長、魔物の言うことを信じるんですか。時間がない、一か八か持ってくぞ。はい。あんなに部下の心配をしていいやつみたいだな。こっちの部下は心配いらないくらいずぶといな。こんなに騒いでてよく寝れるな。いびきで返事するな。助かった、ありがとう。あんたが薬をくれたんだってな、ありがとうよ。いえいえ。腕がちぎれかけてて生き残れても仕事がなくなるとこだった。ありがとう。どういたしまして。うんうん。いや、なんか言えよ。本当にありがとうよ。オンに切るぜ。釈放すか。もちろんだ。それにしてもあんなすげえ薬は初めて見たぜ。礼と言っちゃなんだが、俺にできることなら何でも言ってくれ。それなら服と武具を見繕ってほしい。それとできればうちの村で技術指導してくれる鍛冶屋も紹介してもらえたら嬉しいんだが。そういうことなら腕のいい鍛冶師を紹介しよう。それは助かります。礼なんぞ不要だ、任せとけ。